外苑前駅は東京都港区北青山2丁目にある東京地下鉄銀座線の駅である。駅番号は G03 相対式ホーム2面2線を有する地下駅である。青山1丁目駅表参道駅間は青山通りの地下で銀座線と半蔵門線が完全に並行しており、当駅付近では銀座線の直下を半蔵門線が通っているが、当駅に 半蔵門線のホームは設けられていない。1995年から行われた改良工事の完成後は壁面に神宮外苑の風景画が展示されている。また、2020年10月16日からは 4A 番出入り口付近に伊藤中正寺木造のスポーツを題材にしたパブリックアートが設置されている。2018年8月22日からスイッチ制作の 発射メロディを使用している。曲は一番線がようこそ。二番線がレディー2号である。かつては校内が狭く、表参道寄りに改札口一箇所と出口二箇所が設置されているのみの状態であった。そのため、神宮外苑地区でのイベント開催時には人が溢れるほどの混雑を見せていたが、1993年から1999年にかけて、 ホーム福音の拡幅や赤坂見つけ寄りへの改札口、出口の新設などの改良工事を実施した結果、混雑は緩和されている。なお、改良工事前は階段付近に国立競技場と神宮球場の案内掲示板が設置されていた。2020年度の1日平均上行人員は46,743人であり、 東京メトロ全130駅中60位。近年の1日平均乗降、乗車人員推移は、下表の通り。2000年12月11日までは、駅場の青山通りをと A バスの茶81、系統が通っていた。約9年3ヶ月後の2010年3月24日からは、下記の路線バスの運行が開始されている。東京メトロでは、通勤、 通学定期券について懸命に指定された経路のみ、乗車、途中下車可能という規則になっているが、当駅を含む渋谷駅長田町駅、赤坂三つ駅機関は、銀座線経由、半蔵門線経由のいずれかの定期券であっても、双方に乗車が可能であり、半蔵門線経由の定期券であっても、同線に、ホームの内当駅で下車が可能という特例がある。ありがとうございます。